永井太子は、公益財団法人世田谷文化財団理事長で、元 NHK 役職員。東京都出身。早稲田大学第一文学部を卒業後、1960年 NHK にアナウンサーとして入局。以来ずっと、東京をアナウンス室に在籍し、経済番組の司会など主として報道番組を担当。 1980年、アナウンス現場を離れ解説委員室に移動。女性問題や文化、教育問題にスポットを当てた解説や番組の制作に携わった。1990年、当時の浦和放送局長に就任。NHK 史上初の女性局長であった。3年勤めた後解説委員室に復帰し、1995年に、 NHK を役職定年で退職した。退職後は、公益財団法人世田谷文化財団に招かれて1996年に、世田谷文化生活情報センター館長に就く。在野で活動していたが、2005年に、橋本源一会長の下で副会長として、昇聘されて、財団を退職し、10年ぶりに NHK へ復帰した。2008年に、 NHK の株インサイダー取引問題で橋本に連座して副会長を隕石辞任した。辞任後は財団に戻り副理事長を経て2013年6月に理事長となった。日本バレーボール協会評議員など多くの団体の外部役員も務めている。ありがとうございます。